小西治は、日本の政治家、実業家、滋賀県大見八幡市長、総務大臣政務官、衆議院議員等を務めた、滋賀県大見八幡市生まれ、母は薬屋をしていた、滋賀県立彦根東高等学校、東京大学法学部、第二類卒業。1983年、三菱重工業株式会社に入社。1991年に、 三井海上火災保険に入社し、2000年に退職。同年より兄である、小生鉄衆議院議員の公設第一秘書を務める。2001年、兄、アキラの死去に伴う衆議院、死が肉補欠選挙に自由民主党公認で出馬し、民主党新人の田島一世を破り、初当選した。当選後、橋本派に所属。2003年の、 第43回衆議院議員総選挙では、滋が2区で、民主党の田島一世に5000弱の差で敗れ、重複立候補していた比例近畿ブロックで復活し、再選。2004年4月、第2次、小泉内閣で、総務大臣政務官に任命された。2005年の郵政国会に際し、7月5日の、衆議院本会議における郵政民営化法案の、 採決で党の方針に従わず反対票を投じた。小泉純一郎首相は法案が8月8日に参議院本会議で否決されたため衆議院解散を決断し、造反者は自民党の公認を受けられなかったため小西は無所属での出馬を余儀なくされた。当初自民党滋賀県連は小西を支援する方向であったが自民党が不自由助を公認したため 方針を撤回。8月24日、彦根市で記者会見を開き、自民党を離党する意向を表明した。これを受け、8月29日には小西への支援を表明していた県連所属の地方議員ら約100人が追従する形で離党届を提出した。市が2区では、自民党新人の藤井、民主党前職の田島、無所属前職の小西ら4人が立候補し、 保守分裂の中田島が選挙区で議席を獲得したが、藤も比例復活により初当選し、無所属の小西は落選した。選挙後は支援者が公職選挙法違反の容疑で逮捕され、政治活動の休止を宣言。2010年、第22回参議院議員通常選挙に、滋賀県選挙区から無所属で立候補したが、再開で落選した。2012年、 第46回衆議院議員総選挙に市が4区から無所属で立候補したが、再び再会で落選し、協託金を没収された。2018年、日本共産党を含む、住みよい大見八幡市を作る会の支援を受け、大見八幡市長選挙に無所属で立候補し、現職の藤谷秀正を破り当選した。4月25日、大見八幡市役所に初登庁し、 正式に市長に就任した。小西は2012年の第46回衆議院議員総選挙に無所属で立候補して落選した後、国政選挙に出馬していなかったが、故郷である大見八幡市において、2017年に市が91億円をかけて2020年度の完成を期する新しい市長者の建設に反対する住民グループ、市民が考える庁舎の会を組織し、 代表についていた。同年11月16日、翌年の大見八幡市長選挙に無所属で出馬する意向を表明。庁舎は行政機能に特化させ、既存の施設を利用して建設費を50億円程度に抑制する建設計画の見直しを公約に掲げ、労働組合や日本共産党で構成された、住みよい大見八幡市を作る会から支援を受けた。 4月15日の投開票の結果、小西が現職の藤谷秀正に約1万票の大差をつけ、当選。当選後の記者会見では、公約に掲げた新庁舎の建設契約解除の断行や、市長給与の3割カットに強い意欲を示したほか、氏名の安土八幡市への解消の可能性にも言及した。4月25日に大見八幡市役所に初登庁し、 新庁舎建設について、施工業者の奥村組に対し契約解除を通告した。これに対し、奥村組は契約解除を受諾し、4月26日付で、工事は中止された。当日有権者数、66,163人、最終投票率 49.、49.97%。ありがとうございます。